はい、皆様、初めましてでも、気軽にこう自由に、合奏ができるように、そして、津軽三味線でさらにいろんな音楽を楽しもうということで、始まりましたこのジョン・ガラニ・バッキングシリーズ。今回はですね、第2回はボサノバをチャレンジしてみたいと思います。さあ、ボサノバは、まあ、ブラジルの、まあ、ポップス音楽なんですけれども、三味線とね非常にね相性がいいんですよ。まあ、ボサノバは結構このアコースティックギターとか、ああいう感じであんまりこうガチャガチャこう、まあ、ガチャガチャって言ったらあれですけど、あんまりこううるさい音楽じゃないので、三味線のしっとりした側面、しっとりしたそのキャラクターが非常に合うと思います。でボサノバをやるにはやっぱりバチじゃなくてね、この指弾きがマストになってきます。では早速初級編を見てみましょう。はい、まずね、右手からなんですけども、まあ、今回は指弾きがマストっていうことで、右手の配置見てみましょう。1の糸の外側から親指で1の糸に触る。で、2の糸と3の糸の間に人差し指を入れます。で、3の糸の外側に中指を添えて、つまむと、ジャーンって音がするようにします。で、まあ、これはね、この配置だけ覚えとけば、まあ、音を出すってこと自体はすごく簡単なんですが、大事なのはねリズムです。譜面を見てもピンとこない人はドンチャドドチャジャチャドドンチャっていうリズムを唱えながらやるといいです。でその時にドンは親指ドンドンで、チャは中指人差し指、ドンチャドンチャドドチャで、ジャって言ってるのは前弦です。ドンチャドドチャジャチャドドンチャドンチャドドチャチャチャドドンチャってやると、まあボサノバっぽいリズムになります。右手はこんな感じ。はい、次はね、左手のねボイシングなんですけど、最初のA フラットメジャーセブンスは1の7が中指で、2の6が人差し指、3の8が小指をそれぞれ押さえます。で次2小節目の A フラット6は1の糸2の糸はそのまんまで、3の糸の小指を外して人差し指をペタンって倒します。正破ですね。1の7が中指、2の6が人差し指、3の6も人差し指。で、正破の時は毎回言ってんですけど、このね、第一関節、人差し指の第一関節でしっかりこう、まあ第一関節じゃなくてもいいんですけど、まあこの辺でしっかりグッて押さえないと、ちょっと浮いてると、3の糸が鳴ってくれないので、しっかりこう、もうここで、この部分で全力でグッて押すって感じ。指先よりも力が入りにくいから、結構グッて押すって感じじゃないと、綺麗になってくれません。でこれを2回繰り返します。で次Gm7th が、1の6薬指、2の4人差し指、3の6小指です。で次 G分の Eフラットは小指に変えます。1の6を小指に変えて、2の4人差し指で、また正破です。3の4も人差し指、これを2回繰り返せば OK です。はい、で上級編は、まあ、リズムの基本は初級編と、まあ、大して変わらないんですけど、違いといえば休符
パーカッションが入ってるんですよね。ドンチャドドチャ、ドンチャドドチャコ、チャコ、チャコっていう感じで、革をね、ノックする音が入ってて、これがまたなんかパーカッシブでいいんですよね。で、まあなんか別にこれ難しくなくて、っていうのはなんか僕だからそう思うのか、この指をね、こうつけて次の音を準備するときに、なんか勝手に鳴っちゃうんで、こうすごくそっとしないと、普通にこう準備しようとしただけ鳴ると思うんで、だからそれでいいんですよね。鳴っちゃったでいいと思うんですよね。そう、だからまあ最初のうちはまあ意識しないとできないかもしれないんですけど、ドンチャドドチャコチャチャコドドチャコのタイミングでっていう風に、ちょっとだから強く着地すればそれでいいのかな。で、あとは違うとこといえば、たまにこうアルペジオがねって入ってるんですけど、まあこれはまあ別にこの通りにやらなくても全然よくて、でもいいしとか、この弦の順番は全然入れ替えてもいいので、なんかこうタララッタララッっていう風にやるのもおしゃれだと思いますし、まあこの辺はなんか余裕があったら遊ぶって感じですね。みたいな感じです。まあこの辺はね、適当っていうか、まあ順番は何でもいいですね。つまむだけだったら全然簡単なので、リズムさえ押さえれば大丈夫です。はい、上級編の左手のボイシングなんですが、1個目は初級編と変わらず、 A フラットメジャーセブンは、中指、人差し指、小指でそれぞれ7、6、8って押さえるんですが、2小節目の A フラットメジャーセブンスのサーティースはちょっとね、おしゃれになってるんですね。コードがちょっと違います。1の糸はそのままでいいんですが、2の糸、3の糸を入れ替えます。2の8が小指、3の6が人差し指っていう風になります。まあ、シャープスイレブンスとサーティスの音なのかなっていう感じになってます。で、3小節目また一緒で、次4小節目が A フラットマイナーメジャーセブンス、マイナーメジャーどっちやねんって話なんですけど、まああるんですよね、こういうコードがね。で、これはA フラットメジャーセブンスの形から人差し指だけ、2の糸だけ6から5にニョイッと、このね、絶妙な響きなんですけど、そう、人差し指だけちょっとこうやって頑張って5に伸ばしてみるとこのコードが出ます。はい、で次、下の段はね、Gm7 さ変わらないですね、646で、G 分の E フラも変わらないです。で、問題は4小節目ですね。最後こうチャッチャッチャッと終わってるんですけど、これが G 分の C に変わってます。で、この C の押さえ方は、1の6は薬指、2の4は人差し指で、3の5が中指。自分の E フラはね、こう小指で押さえてたのに、わざわざこれをこうちょっと変えなきゃいけないんですけど、ってやるとまあちょっとおしゃれかなって感じですね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか、ボサノバ。ボサノバはですね、やっぱりこうバチを使わないっていうちょっとこうおしゃれに聞こえたり、結構気軽にこうジャムれることができるので、まあ、ぜひね、このボサノバのバッキングパターンを覚えて、ゆったりとしたね、こうカフェミュージックをね、楽しんでみましょう。それでは。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線、アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、 Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。